なんか日本語がそのまま英語になることってあるじゃないですか。先輩とか、まあ、先輩はそのまま先輩って意味じゃないらしいんですけど、なんか思いに気づいてくれない年上の人みたいな意味で使われてるらしい、先輩とか。あとなんだっけな、過労死、なんかその辺も確かそのまま日本語使われてるんだよね。なんかね、あ、変態もそう、同人、同人っていう言葉がですね、海外では今もあの普通にあのエロ漫画のことになってるらしい。同人ってそういう意味ではないんだがそれの一環で今異世界って言葉もそのまま使われてるらしいですね。うまみ、あとあらあらですね、あらあら、あらあらがなんかそのまま使われてるんですよね。でもどういう意味で受け取られてるんでしょうね日本語としてのあらあらよりもなんかもうちょっと含みがあるというか、なんかこうおねしょた的な意味を含ませて使われてるらしいんですけど、世界に広がってますね、あのジャパニーズポップカルチャーが。何でしたっけ、あの国が税金で推し進めてるやつ、なんだっけ、クールジャパンだ本当に世界で一番親しまれてるクールジャパン、絶対エロ漫画だと思うんです、海賊版のね。絶対世界中の人が読んでるぞ。おっとだろ、まああなたほどのものが言うなら本職の方が言うなら、人の情熱は止められないんですよ。おっとだろ、デクさん本当なんか冷静なのか全く冷静じゃないのか、あのなんかギリギリのラインのコメントですよね。ワンピース、あのワンピースのねネタが私わからなすぎて、あのワンピースをあのね読んでなくてですね、これ言うと本当にあのお前の職業何なんだって話になっちゃうんですけど、なんかね逆張りしちゃって、あの有名な漫画ほど読んでないみたいなとこあって、うん、そうだからミームだけ知ってるみたいなのがあるんですよ。だからあのついなんかミームとして口から出てしまうんですけど、後から聞いたらめちゃめちゃいい話、ネタにしていい感じの話じゃないところだったりとか、そういうのが発生するんですよ。あの帝京平成大学のやつとかそうですね。帝京平成大学、あのあれとかですね、何もなかったってやつ、それもなんか後から由来を聞いたら、え、それって笑っていいシーンなのかみたいな、めちゃめちゃいいシーンやんけ。ダメですね、なんかあのよく分かっていない出自のミームを使うのは気をつけた方がいいですね。それで言うと姉なるものっていう私の漫画のタイトル、もうなんかすっかりあのインターネットのミームになってしまいまして、血縁がないけどお姉さん系キャラとかが出てきた時に、なんか何々の姉なるものみたいな言い方をされるので、私のあのね、私のエゴサーチ欄にですね、あのどんどんそういう情報が入ってくるんですよ。もうありとあらゆる漫画とかゲームのあのお姉さん的キャラ情報がですね集まってくるんです、私のエゴサーチタブに。いろんな姉なるもの情報が集まってきてですね、なんかちょっとしたあの情報源みたいになってますね。あ、今こういう子がいるんだ、こういうゲームが出てるんだみたいな。みんなね、あの姉なるものってなんかワンちゃん元ネタ知らないで言ってるんじゃないですか。元ネタ知らないで言ってる人多分いますよ、あれ。でもそれ系で嘘だろうと思ったのが、多分漫画アニメなんかも毛ほども興味のなさそうな、あのなんでしょう、キラキラした感じの人が自分の本当のねお姉さんに関する話題に、あの姉なるものってタグをつけてインスタとか TikTok に投稿してるっていう話を聞きまして、そのタグインターネットで検索されたらたくさんエロ漫画の画像が出てくるんだけど、あなたは本当にそれでいいんですかって思いながら見てました。あの私は構わないですよ、私はあのそうやって検索されることによってワンチャン私の漫画をね新しく読んでくれる人が増えますから、あの好きにすりゃいいと思ってますが、あのただですよ、あのパンケーキの写真とか写真をアップされてるキラキラインスタアカウントの人が姉なるものってタグをつけて投稿するのにはなんか非常に問題があると思うんですよ。問題があるっていうか、あの縁かって思いながらあの見てます。私はそういうのを観測するたびに、元ネタを知った時どういう顔するんでしょうね。私が怒られるのかな、紛らわしいタイトルの漫画書きやがってって怒られるのかな、私が被害を受けました。勝手になんか知らないうちにエロ漫画のタイトルのなんかタグをつけさせられていました。この人が悪いですって怒られるのかな、訴えます、どうしよう、何も悪いことしてないのに元ネタだと知らずに叩かれる、なんか そういう巻き込み事故がねありそう自己責任でお願いします皆さん、私はどうなっても知りません。裁判所にも来てもらいます。エロ漫画のタグつける方が悪いです。そう、本当にそれはそうなんですよ。